久しぶりです。ジャバシラジオの時間です。今回は、パート27。前回読めなかったマシュマロ回答と、まあ適当にフリートークみたいな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけでね、まあ、なんかすごい、新しい趣味を始めたのもあって、久しぶりの更新なんですけど、まあ、これは、いいんじゃないですかね。マイラジオなので。何より続けてたのが偉いということで、まあ、早速マシュマロの方行ってみましょう。5件ぐらい来てます。4件だね。1個目、サブスクで何回も見ちゃう映画教えてください。早速超難しいマシュマロ来てますね。何これ？何回も見れる映画って言われても、そもそも俺は映画を見ないから、これの回答、むちゃくちゃむずいね。最近見た映画、一番新しいので、ハサウェイとかになるから本当に見ないんだよな。ハサウェイの前は何を映画館で見たって聞かれると、その前に映画館で見た映画って、ウィクロスとかまで遡るんじゃないかな。あれ何年前だ ?5 年前とかだよな。5年、6年前な気がする。映画館でこれそんな見てないっけな。でも行った記憶ないんだよな。そんな俺が何回でも見ちゃう映画。あげるとしたら、ズガジャ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 ン。イニシャル D、サードステージじゃないですかね。ちょうど、これは、イニシャル D って、ファーストステージ、セカンドステージ、サードステージ、フォースステージ、フィフスステージ、ファイナルステージってあるんですけど、それの3つ目。3つ目で、物語的に第1部完になるお話？どっちかっていうとまあ、1.5 部みたいなお話なんだけど、未だにね、もう、ファイナルステージ終わって、基本的に完結したんだけど、いや、サードステージのグラフィックと CG が一番好きかなってぐらいには、すごいクオリティで。まあ、当たり前だけど、光とかのね、演出はすごいいいんだよね、車の。そう、見てて飽きない。まず、オープニングからね、みんなが聞いてあるだろう、ギャンブルランブルで上がって、振り返りがありの、リベンジマッチがありの、因縁がありの、招待状を受けるかどうか迷いの、そして未来にみたいなお話なんだけど、難しいね。見ればわかるんだよな。多分あれ単発で見ても面白いから、今ならね、 D アニメストアで他でも見れるからおすすめなんだけど、できればね、ファーストステージ、セカンドステージ、サードステージまではとりあえずね、見てほしいんだよね、イニシャル D。サードで綺麗に終わるから、本当に。ということで、今回とサブスクで何回も見ちゃう映画は、イニシャル D、サードステージですね。実際ね、1年に何回見てるかわかんないぐらい見てるしね。なんだかんだね。な感じです。次。今日の晩ご飯何が食べたいって。今日の晩ご飯何が食べたいって。これ送ってくれたのずいぶん前なんだけど。すごいね。いや、マシュマロ募集したの約2ヶ月前って書いてあるね。全然回答してなかったね。ってわけで、今日食いたい晩ご飯というか、今日食った晩ご飯はバーガーキングでした。以上です。スモーキーワッパーだったかな。なんかそんなやつですね。基本的に、ワッパージュニアじゃなくてワッパーを頼むんで、バーガーキング行ったからには。マジで、マクドナルドが好きならバーガーキング行ってみてほしい。もうバーガーキングしか行けなくなるからマジで。おすすめです。で、頼むならワッパージュニア系じゃなくてワッパー系ね。これマジなんで。俺がそれを言って食ったやつは100人中100人バーガーキング派になったんで間違いないと思います。お次の質問とか、あれ。マシュマロ。愛はくだらなくない。それに決してなくなったりしない。愛って信じることだから。私が愛ちゃんを信じている限り、愛は無限に溢れてくる。ああ。ああ。
なんだっけこれプリキュアだよな、確か。確かプリキュアだった気がするけど、どれだか覚えてねえな。どれだ？俺が知ってるってことは最近のじゃねえな。いつのだろう、いつのかわかんないけど、多分プリキュアだったと思いますね。で、なんでこれ俺に送ってきたんだ？俺プリキュアはマジで全然知らないんだけどな。え、何？見てほしいってことなのかな？アニメミロミロ警察、最近、虹ヶ崎スクールアイドル同好会だっけ？あれの警察に結構追われてて、危険なんだけど、プリキュア警察も身近にいるってことなのかな？でも、プリキュア警察、割と心当たりないんだよな。どうなんだろう。いるのかな？いたらリプライください。ということで、最後の、マシュマロちゃん。早いね。これは多分、ユキジからですね。4ピピでやってみたいことありますか？やってみたいことはやってんだよね。また最近やりたいってはオフイベっていうか、やりたいね。こないだ、ユキジの家で、飲み会やったんだけど、あれめちゃくちゃ楽しかったから、またやりたいと思ってます。てか、やってください。行きます。いつでも、基本的に誘われれば。フッカルに自信あるんで。ってのと、あとは、オフイベ絡みかもしれないけど、また、なんつうの、ボードゲーム会とか、幻の旅行会とかね。まあ旅行会も、前回みたいなんだガチガチにね、収録しまくんなくても、ただ日常パッパパッパ撮るだけでもいいと思うんで、まあ、行きたいなと思いました。影の今ね、車持ってることだし、どうでしょうか。ボードゲームもね、なんだかんだやれば絶対面白いと思うんで。あとは、来年3月にバイオリメイク4が出るじゃないですか。バイオ4はね、小学校の頃死ぬほど後ろで見てて、まあ、それのせいでホラーゲーム NG になったんですけど、まあ、4だったらストーリー知ってるから、まあ、やってもいいんじゃないかよりのやらないよりです。なんかきっかけがあればやるかもしれない。まあ、今までのなんか信用周りの逆で、ユキジに見ててもらうと思うけど、まあ、そんな感じですね。です。いやーね。普段、お便り来ないからね。こういうね、回答はね、好きなんですけど、できなくて寂しいんで楽しいですね。ってことで、マシュマロ回答は以上になります。んじゃあ次のコーナーに行きましょい。というわけでね、次のコーナー、茶柱近況報告。ってことで、このね、収録が遅れた、数週間、君何してたんという話なんですけど、まあ、リアルに追われてましたってのは、まあ、5割正解。で、の追われる中で、帰り道にね、仕事の現場の、父さんが行ってる熱帯魚があったね、でかいね。で、この道が墓参りのルートで、見覚えがある道なのね。そこを仕事の通り道で通ってて、まあ、早く帰れた週つか日があって、いや、俺も父さんが運転してた道運転するなんてでかくなったのんだな、みたいな。ね、ちょっと、ノスタルジーにね、浸りながらも、運転してて、ちょうどその時、家の前工事してて、早く帰っても家帰れないから、車だからね。熱帯魚寄るか、つって寄ったんですよ。で、昔から俺ベタ買いたくて、で、今、社会人になってそこそこっていうか、まあ俺はいつも金欠なんですけど、買いたいもの買えるぐらいにはなったじゃないですか。で、まあね、人間って、目の前にあるとね、弱いんですよ、ものがね。これ結構有名なんですけど、相手に買わせたいなら現物をちらつかせろっていうのはよくある話なんですけど、自ら見に行ったバカなんで、もちろん買って帰ってきちーの、セット C の、水草もセット C の、いや、20センチキューブ水槽じゃ物足んなくねからの、もう一個30センチキューブ水槽買いの立ち上げの、水草買いの、その水草水槽の中でベタを買いの、ね、ベタを水草水槽で買うのは、まあ、そこそこ、無謀？無謀っていうのも変だな。まあ、いろいろあって、
難しいんですけど、俺は水草の中で泳いでるベタが見たかったんで、毎日に餌あげてニヨニヨしながらね、朝起きて餌あげて、ライトつけて仕事行って帰ってきて餌あげて電気消してエアレーションして眺めるみたいなことをしててね、ベタっていっぱい種類あるよなって調べてたら、いやこっちの種類も欲しくねーって始まりの、なぜか我が家には今ベタが4匹いるみたいな状況です。まあ、つまり何が言いたいかというと、アクアリウムを始めて水槽ばっかいじくってたら収録する時間がなかったっていうのが、まあ、最近の現状です。で、そのいろんなし、なんかもうベタトークを始めるんですけど、ベタトークはね、メタってまあ知ってる人が多いと思うんですけど、大体知ってると思うんですけど、もう愛とかで有名っていうか繁殖が盛んな品種で、よくね、あのホームセンターの熱帯魚ブースとか熱帯魚屋さんとかで、すげえちっちゃいグラス中とか水槽の中で1匹500円ぐらいで売られているのを見たことがあると思うんですけど、肺みたいなものがあって、あの空気のブクブクがなくても酸欠にならない種類なんですよ。だからちっちゃいところでも買えるよみたいな話が有名な魚で、で品種改良されてて、すごいヒレが長くて綺麗な種類の魚です。でそのヒレの種類でいろいろ名前があって、一般的に500円とかで売られてるのはベールテールって言って、尻尾のヒレがね、習字の毛先みたいな形してて、成長すると伸びるんだよね。で一番安くて多分一番印象に残ってるっていうか、ベタって言われてイメージするの多分これで、それの品種改良版がいっぱいいて、1、2、3、4つぐらいいて、その、習字の毛先みたいにヒレが、もーっとでっかくなって、開くと半月ぐらい開く、でっかくなるね、本当に。俺がツイッターでよく写真上げてるんですけど、ブワーって半月ぐらいに開くのが、ハーフムーンってやつ。これが超ベタって言われて、よくベタのねコンテストとかで美しさを表そうので使われるっていうか育てられるベタ。これがねいっぱい数いるから、まあピン値段もピン切りで1000円ぐらいから高いのだと1万円オーバーま で、このハーフムーンってやつの尻尾がダブルテール、あのね尻尾が尾びれが一つじゃなくて二つなタイプはダブルテールって言われるんだけど、その二つのタイプでかつハーフムーン、そのダブルテールの親とハーフムーンの親を掛け合わせてできて、両方の遺伝子を受け継ぐと今度ハーフムーンが二つあるとどうなる、決まってんだろ満月だみたいな感じでフルムーンって呼ばれるんですね。これ結構数が少なめな気がするですね。調べてもなかなか出てこないフルムーン、ダブルテールとも言われてたり、普通にダブルテールの時もあれば、普通に小ベタ、ハーフムーン、フルムーンみたいな感じで書かれてる時もあるし、探すのもめんどくさいし数も少ないんですけど、このハーフムーンのヒレが、尾びれが2つあるタイプがフルムーン。俺が飼ってるのがそのハーフムーンとフルムーン。で、フルムーンはまあいろいろあって大星様になっちゃったんですけど、で、そのハーフムーンのヒレの膜が、ちっちゃくなってんだけど、その軟骨部分だけが残ってて、すげえギザギザな尾びれと背びれとかしてるのがクラウンテール。そのギザギザが王冠みたいな感じだから、そのまんまね、クラウンテールってやつ。で、あとが、説明してないのが、あとプラカットって種類は、ベタの原種に近くてね、魚の形的にはメダカとかっぽい。まあ、5センチとか体はあるからもうちょっと大きいんだけど、ヒレがそこまででかくなくて、原種に近くて元気いっぱいなのが、
プラカットタイプ、普通のタイプとプラカットタイプがいて、その中でまた、まあ、プラカットと普通のタイプ両方とも今言った種類全部あるから、ただプラカットはフルムーンはないかな、ヒレが大きくないから、ダブルテールはあるけどみたいな感じです。色は無限にあってすげえいろいろ名前ついてるんだけど覚えきれないんでわかりません。まだヒレの話だけでまだまだ続けられるんだけど、とりあえずこのくらいかな、ヒレの種類の説明は。俺が飼ってるのが今はハーフムーン1匹、フルムーンはお星様になったから、あとクラウンテール2匹と、父さんにあげたプラカットのハーフムーンのダンボタイプ、ダンボタイプっていうのがまたいて、ダンボっていうのが最近人気なやつで、胸びれ、あのエラのとこにあるヒレがむちゃくちゃでかくて、あの某ディズニーのダンボみたいな感じ、イメージ的には、まあ、調べればすぐ出てくると思うんだけど、ベタダンボですごいでかくて、泳いでるときすごいヒレがバシャ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 動くから可愛くて愛らしくて人気です。今の4匹です。でこのベタのね、最大の特徴、こんな綺麗な魚なのになぜみんなバラバラに飼ってるのって言われると、あれね、ベタはもともと闘魚って言われるぐらいで、戦わせるぐらい喧嘩っ早い種類なんですよ。もうオス同士の婚姻は絶対できないレベルで気性が荒くて、片っぽが死ぬまで追っかけ回すんで、基本的にてかまず婚姻は無理です。だからベタは基本1匹でしか飼えません。だからね、さっき言った20センチの水槽の後に30センチの水槽が増えたりしてるわけです。で、だけどしなきゃいけないことがあって、ベタってヒレがでっかい分、ヒレを動かさないとくっついちゃうんで、ヒレとヒレがね、固着しちゃうの、癒着。だからベタはベタ同士で威嚇し合わせて、ヒレを思いっきり開かせなきゃいけないんですよ。1日に3分ぐらい、3分から5分ぐらい、これをフレアリングって言うんですけど、まあね、やり方は簡単で、ベタとベタの間に挟んでる仕切りを外してお互い姿を見えるようにすれば、もうおこですよ。おこエラーバーって開いて、おこだよーのポーズするんで、ヒレ全部開いて体ギラギラって輝かせながら、これが大事な運動なんですけど、じゃあ2匹とか飼ってない人はどうすんのって言われると、鏡を使うんですよ。鏡を見せて自分の姿を見せると、自分を敵だと勘違いして威嚇し出すんですよ。超可愛いんですけど、こんな感じで。でまたベタの不思議なのが、人に懐くタイプの魚なんで、飼い主見つけると水槽の方寄ってきて餌くれっつって踊ったり、あの合図を覚えさせるとついてくるっつうか、例えば水槽を餌あげる前に毎回3回叩くようにしてると、3回叩くと水槽のその餌あげてる部分に来てくれたりね、するようになるんで、そこも可愛いですね。でさっき言ったみたいに色もヒレの種類も豊富なんで、あれもいいなこれもいいなって見てると、ちっちゃい容器で飼えるのもね、あったよね。どんどん数が増えていくんですよ。よくないですねこれは。まあちっちゃい容器で飼うってことは、つまり水の替えの頻度がね多くなるんだけど、まあこれはしゃあないね、生き物だからね。まあそんな感じです。近況アクアリウムしてます。でね、格闘ゲームの方も結構やってて、ついこの間ちゃんと企画してメルブラ会6人だったかな、でやって、みんなのモチベも上がったみたいだし、今は結構ランクマンにも力入れてて、エースになりたいなぁと思いながら A 隊で頑張っております。キャラがね、飽きないタイプのキャラなのもあって、すげえやりごたえがあります。ストロークもね発表されたし、そっちも楽しみだし、グラブル VS もねちょっと最近またやりたいなと思ってる感じ。ただ何をするにも水槽いじくってからだから、ちょっとね
時間が削られつつありつつも、いつものんびり家でしてる時間をそっちに割いてるだけなんだから、プラマイゼロじゃねみたいな感じになっております。あと他にはね、あ、この前あった、夏川椎名のソロライブ、ちゃんと行ってきました。いやー、全部良かったんですけど、やっぱ個人的にはね、ウゴーサンカー。ウゴーサンカーが好きなんで、ウゴーサンカー良かったなーってのと、一曲目ダンコールで撮った、アレノバテイクオーバーは、やっぱ盛り上がるなーって。いや、本当にいつ声出せるようになるんだろうなーと思いながら、ナースのね、最近の曲、全体的にね、ライブで声出す系の曲が多いんで、早く出せるようになってほしいな、みたいなことをね、もう、毎回言ってる気がするけど、毎回思ってます。なんか、最近研究の結果でね、マスクつけてれば、声出しても出さなくても感染リスクは変わんないよ、みたいな発表もされたんで、緩くならないのかな、みたいな、淡い希望を抱いております。来月頭にはね、ナムコプロオールスターズのね、久しぶりの単独ライブもあるんで、こっちもね、楽しんでいく所存でございます。な感じです。以上、茶柱近況報告でした。てな感じでね、なんかいろいろ喋ってたら、そこそこ、時間経ちましたね。な感じで、次のね、お題、決めたいなぁと思うんですけど、この夏チャレンジしたいことでいきましょうか。まあ思いつかなかったらフリートークするかもしれないけど、とりあえずお題は、この夏チャレンジしたいことでいきたいと思います。ね、お便り、募集しております。宛先は 4PP のアカウントのダイレクトメッセージか、この動画のコメント欄、または、俺個人のリプレイかダイレクトメッセージでも大丈夫です。そんな感じで、今回の茶柱ラジオはここまでです。水素のね、アクアリウムの簡易的な動画、試しにちょっと上げてみたんで、まあ、ゆきじが多分リンク貼ってくれるか、この最後の次回予告のところに入れてくれるか、してくれると思うんで、まあ、こんな感じで、また会いましょう。お疲れ様です。さようなら。